こんにちはマスアートの聖書メッセージの時間となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ではお祈りいたします。天の父親の神様、聖書メッセージの時の初めから終わるまで導いてください。お下げします。美尾、御言葉の時、祈りの時の時、神様が導いてください。 ええ光と誉れと主にきして、えー、この者の思いと唇を整えてください初、えー、めのあたりこの祈り、えー、私たちの個人的な救い主主、えー、シエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたしますアーメンはい、えー、皆さんいかがお過ごしでしょうかもうだいぶ涼しくなりましたですねはいこ雇用も <laughs> だいぶ綺麗、えー、き綺麗、えー、ですね本当に、えー、今年は本当に早いですね、えー、特に えー、日中の温度差が激しいですので、えー、まあ近くの公園に行きましたら素敵な、えー、公園となってました。はい、では、えー、賛美を持って早速始めていきたいと思います。はい、えーえー、もうクリスマスですね。はい、えー、今日はまあ通教会ではもうクリスマスの準備に,に、えー、ですね。はい、もう十一月もなれてますので。 では聖火の232番「罪とが許され」第1ヨハラの手紙3章2節愛する者よ我ら今神の子たり」「Vishing as Jesus is mine」ですね八分九秒しですねちょっと先ほどまでよくなっていましたので日曜日の午後ですねはいどうしても えー、こんな感じで、えー、録画撮りしてますけど、えー、こ,れがこれも覚えてくださいまだ、えーまえー、はいいきます、えーえー、聖歌の232番、えー「罪とが許され」「はい、罪とがをゆされ神のことなりたる我が魂の喜び」 比べうるものなし、日もすがら明石せん、世もすがら主を褒めん、見すくいは絶えなり、みすくいくすしと、主にまたくしたがい、やすきえしわがみに、 雨艶の歌声響きくる心地するひすがら明石線よもすがら朱をほめみすくいは絶えなりみすくいはくすしと 主の者とせられし、我が身こそさちなれ。感謝なき日はなく、賛美なき弱なし。日もすがら明かしせ、夜もすがら主を褒めん。見救いは絶えなり、見救いはくすしと。 感謝いたします聖火の232番「積みたがう」を許されましたこの聖火は思い出がありますね本当に召された先に召された大好きな私たちの敬愛する牧師先生が特に印象に残った聖火ですはいこの聖火でしたですね早速御言葉の時に行きたいと思います今日のの言葉箇所は えー、ガラテタ・イビトの手紙2章ですね、えー、ガラテタ・イビトの手紙2章、<laughs> 先ほどあの目を通しまして、取、え、材、ー、が決まりました <laughs>、えー。なかなか決まらないときは決まりませんけど、えー、今日の取材、えー、は、えー、ガラテタ・イビトの2章の十六説にありますね、しかし、えー、人は罪立法の行いによっては義と認められず、ただ、キリストイエスを信じる信仰によって義と認められる。 ということを知ったからこそ、私も、えー、キリストイエスを信じたのです。これは立法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。えー、なぜなら立法の行いによって、えー、義と認められるものは一人もいないからです。えー、この16節のただ、キリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを、えー、今日の、えー、聖書メッセージの次第と掲げさせていただきます。えー、感謝いたします。な、えー、なかなか えー、神学的なメッセージではありませんので、えーえーまあ、この課題から、えー、主題から、えー、お話をしていきたいと思います、えー、ではお祈りいたします <laughs> 天の神様今日の聖書メッセージを神様感謝いたします、えー、主題のただキリストイエスを信じる信仰によっていいと を認めるというこの主題も与えられたことを心より感謝いたします。このものがあなたの御言葉を曲げることなく、また色をつけることなく、力づく大胆に力語るものとなさせてください。知恵と知恵を力と知恵を与えてください。見たまによって、精霊によって知るものとなさせてください。この祈り始めにあたり、感謝して私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの 尊いい名前によってお祈りいたしますアーメン <laughs>、はいえー、では早速、御、えー、言葉の時といたします。<laughs> えー、ガラタエピトの手紙2章、えー。それから14年たって、私はバルナ,バ,ルナバと一緒にテトスム連れて、再びエルサムに登りました。えー、それは刑事によって登ったのです。そして、違法人の間で私の述べている福音を。 人人人々の前ににに示し主だった人たっちには個人的にそうしましまたそれ,それは私が力を尽くして今走っていることまたすでに走ったことが無駄にならないためでしたしかし私と一緒にいたテトス,テトスさえギリシャ人であったのにかつれを強いられませんでした実は忍び込んだ偽兄弟たちがいたので強いられる恐れがあったのです 彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとして、イエスキリストイエスに会って私たちの持つ自由を伺うために忍び込んでいたのです。私たちは彼らにひとときも譲歩しませんでした。それは、福音の真理があなた方の間で常に保たれ,保たれ,る,保たれるためです。そして主だったものと見られていた人たちからは、 彼らがどれほどの人たちであるにしても私たちには問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。その主だった人たちは私に対して何も付け加えることをしませんでした。それどころかペトロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように私が割礼を受けていない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。ペトロに宮をなして割礼を受けた者への 人人人ととななささっったた方が私にも見業をししててへののくださったのですそして私に与えられたこの恵みを認め柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが私とバルナーマに交わりの印として右手を差し伸べましたそれは私たちが違法人のところへ行き彼らが割礼を受けた人々のところへ行くためです。 ただ私たちが貧しい人たちをいつも顧みるようにと,とのこと,でで、えー、ことでしたがそのことなら私も大いに努めてきたところ,ところですところがケパが安定をオキに来た時彼に避難すべきことがあったので私は面と向かって抗議しましたなぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は異邦人と一緒に食事をしていたのにその人々が来ると カツレハの人々を恐れてだんだんと日本人から身を引き離れていったからですそして他のユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動を取りバルマバルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいましたしかし彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て私は皆の面前でケパにこう言いましたあなたは自分が ユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活せず異法児のように生活していたのにどうして異法児に対してユダヤ人の生活を強いるのですか私たちは生まれながらのユダヤ人だって異法児のような罪人でありませんしかし人は立法の行いによっては義とを認められずただキリストイエスを信じる信仰によって義とを認められるということを知ったからこそ私もキリストイエスを信じたのです これは立法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって、えー、義と認められるためです。なぜなら、立法の行いによって、義と,と認められる者は一人もいないからです。しかし、もし私たちが、しかし、もし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人であることがわかるのなら、キリストは罪の 女性,者女性者なのでしょうかそんなことは絶対にありえないことですけれどももし私が前に打ち壊したものをもう一度建てるなら私は自分自身を違反者にしてしまうのですしかし私は神に生きるために立法によって立法に死にました私はキリストともに十字架につけられましたもはや私が来ているのではなく キリストが私の家に生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは私を愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は神の恵みを無,無にはしません。もし義が立法によって得られるとしたらこれこそキリストの死は無意味です。えー、感謝です。 えー、ガタビートの手紙2章でした、はいえー、これから、えー、どのように、えー、今日の主題ですねただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを、えー、このガラタイピトのお手紙を書いたパロがこの神髄ですねパロはもともと立法学者パリ厳格な、えー、パリ派で本当に えー、キリストに反対するものでした、えー、クリスチャンを迫害した戦法本当に激しく迫害しました、えー、このパウロが、えー、ダマスコの行く途上にイエス様に会って、えー、イエス様によって、えー、パウロパウロなぜ私をトゲのついた私をこのように た叩くのか、ちょっと箇所ですね。えー、人の働き、えー、前回は、えー、なかなか、えー、人の働きにその箇所がありますね。ちょっと出てきますかな。はいえー、頑張って、えーまあ、こういうことで、簡、え、単、ーまあ、なこういう訓練としてますので、えー、出てきますね。人の働き急所ですね。 えー、じゃちょっと <laughs> 読みいたしますこの、うん、パウロですねえー、っと1節からなん、えー、ですねえー、まあ16節までかちょっと長いですから読みいたします <laughs>、えー、さてサウロは何を主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大差しのところに行きダマスコの 諸回度宛ての手紙を書いてくれるように頼んだそれはこの道のものであれば男でも女でも見つけ次第縛り上げてエルサイムに引いてくるためであったところが道を進んでいってダマスコの近くまで来た時突然天下の光が彼を巡り照らした彼は地に倒れて「サオロサオロなぜ私を迫害するのか」という声を聞いた彼が死を「あなたはどなたですか?」と言うと お答えがあった私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物もイエスに立っていた。サウロは地面から立ち上がったが目を開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスクへ連れていった。彼は3日の間。 目が見えず、また飲み食いもしなかった。さて、えー、ダマスコにアナニアという弟子がいた。主が彼に、守る主の中でアナニアと言われたので、主をここにおりますと答えた。すると、主はこう言われた。立って、まっすぐという街路に行き、サウルというタルソ人をユダに訪ねなさい。そこで彼は祈っています。彼はアナニアというものが入ってきて、自分の上に手を置くと、目が再び見える。 見見えるるようになるのをで見たのですしかしアナニアはこう耐えた主よ私は多くの人々からこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなひどいことをしたかを聞きました彼はここでもあなたの皆を呼ぶ者たちを皆捕獲,捕獲する権限を最初たちから授けられているのですしかし死はこう言われた「行きなさいあの人は私の名を違法人 王たちイスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の,名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示すつもりです。はい、えー、まあこの人の働き、まあ、旧書の部分をお,お読みいたしましたけど、このガラタビトロを書いたパウロは、えーまあ、先ほど人の働きを読みたように本当に。 クリスチャンを迫害するものでしたけど迫害するものから福音を述べ伝えるものと変わりましたこのただキリストイエスを信じる信仰によって義と認めるというこの本質ですねえこの本質もともとパウロ,まあパウロはそのえサウルと言いましたけどその時に 立法学者、まあ、カツレ派ですね、に属していましたけど、180度、お考えを変えて、えー、福音イエス・キリストが救い主であることを、えー、迫害していたクリスチャンの立場であるクリスチャンをお述べ伝えるようになりましたたかつて自分がああ歩んでいた道にまた。 このケパですね、ペトロがまあれえー、ま割、あ、12節ですね。なぜなら彼は、えー、そこですね。まあ11節から書いてありますね。このところがケパが安定を受けに来たとき彼に避難,難すべきことがあったので私は面と向かって抗議しました。なぜなら彼はある人々がヤコブのところから来る前は友人と一緒に食事をしていたのに。 その人々が来るとカツレ派の人々を恐れてだんだんと異邦人から身を引き離れていったからですそして他のユダ,ヤ人ユダヤ人たちも彼と一緒に本心を偽った行動をとりバル,バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいましたしかし、えー、彼が福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て私は皆の懸命面,面前でケパにこう言いました あなたは自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活せず用人のように生活していたのにどうして用人に対してユダヤ人の生活を知るんですかと、まあ、厳しく、えーまあえー、パウロはケパをメンゼの前で、えー、彼が福井の真理に相いでないことを激しく、まあ、面と向かって抗議しますと書いてあります。 えー、まあそ,そのことをまあ踏まえて15節からですね、えー、私は生まれながらのユダヤ人であって用人のような罪人はありませんしかし、えー、人は立法の行いによっては義と認めらずただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ私たちもキリストイエスを信じたのですこれは立法の行いによってではなくキリストを信じる信仰によって 義と認めめられるためですなぜなら立法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。しかし、もし私たちがキリストに会って義と認められることを求めながら私自身も罪であることが分かるのならキリストは罪の女性者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。えー、本当に神様感謝いたします。まあ、このただ キリストイエスを信じるシンクによってギトを認めるということをこの主題ですね、えー、ちょっと、まあ、ローマ人の手紙をちょっと <laughs>、えー、見ていきたいと思いますこの、えー、ただ、えー、ただキリストイエスを信じるシンクによってギトを認める、えー、ちょっとこれに関連して、えー、ローマ人の手紙ですねはい <laughs> なかなか、えー、もうこの 言ってます、まあまあ、うんえー、教えが間違っていったらまあ、えー、間違えないように、まあえー、ですねあの私はこのキリストを信じる、えー、このローマ十章のこのこの,、えーこのえー、実説ですね、えー、まあ、この まあいろいろな箇所がありますけど、えー、人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるんです、えー、まあ、えーまあ、聖書はこう言っています彼に信頼する者は失望させることはない、えー、また、まあ、旧説にもなぜならもしあなたの口で死をイエスを主と告白しあなたの心で神はイエスを死者の中から生み返らせてくださったと信じるなら あなたは救われるからです本当にこの10節で,すですね、えー、ローマ人の手紙に 10, 10節人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです、えーまあ、聖書は、まあ、11節聖書はこう言っています彼に信頼する者は失望させることがない、えー、この御言葉を,を神様感謝いたします、えー、私自身も二十、まあ、<laughs> 歳の時ですね、えーまあ、本土に来るそのちょっと <laughs> <laughs> もうお明かしじゃないですけどまあ今日のまたえ公のメッセージではありませんけどこのまあ今日は公のメッセージまあきちんと僕先生から本当に語っていただきました信玄の今ちょっと脱線しないわけではないですけど信玄の17章の「 まあ、砕かれたということで、まあ、私自身が、まあ、イエス様を信じるきっかけが、まああまあ、結果的には神様に、えー、砕かれた経験かも分かりませんですね。えー、17章の、えー、っと、出てきますかね、信玄17章の、えー、えー、っと、えー えー、今日の、えー、ミックトバの箇所はそのまあ、えー、銀,銀にはあルツボ金にはロ人の心を試すのは主ということとまあその、えー、そうですねそういうまあ砕かれることですね、えー、出てきませんねもう、えー、今日はきちんと。 出会に参加その最初の、その、えー、まあ、金銀は本当不純物を取り除くですけど、えー、私はあ、まあ、主が私を試しますね。そう,そういうことで、まあ,あ、砕かれることによって、えー、私はイエス様を知ることができます。パウロもおダマスコの途中に パウロ、なぜ私を迫害するのかということで、直接イエス様にお会いして、イエス様を信じる信仰になりましたけど、私たちもそれぞれ信じる切り口はあると思いますけど、最初のローマ人の手紙、章の実口でイエスを死と告白する者は救われるといと書いてあります。 えー、私たちも本当に、えー、自分自身が、まあ、そういう,う、まあ、人生においていろいろな辛い時いろろな時に、えー、砕かれた時に、えー、何もない時に、えー、神様を認める真、えー、理をに気付く失業とか。えー えーえーえー、近い方の死またいろいろな経済的な困難病気を通して、えー、私は、えー、自分が本当に第一じゃなくて他に、えー、のものに生かされているということにおいてこの真理特にこの、えー、御言葉に接することによって私はイエス・キリストを信じる。 幸いいい恵みにか、えー、かるものではないかと思います、えー、宗教や他の哲学、えー、また人間中心主義科学、まあ、そういう、えーまあ、立法主義的な行いによっての救いではないですね、えー、恵みによってイエスを信じる信仰によって罪を認めることイエス様に立ち返ること神様に立ち返ること人間中心じゃなくて 神様中心にその考えを180を考えることではないかと思います。なかなか神学的な難しい言葉ではありませんけど今日のまとめに入っていきたいと思います。ロロローーーマママ章章のの実説ですねーローマの人は口信じて 実証のえーえー、10説、えー。人は心に信じてきっと認められ、口で告白して救われるのです。はい、えー、また、13説もありますね、えー。死の皆を呼び求める者は誰でも救われるという,うまあ、見言葉もあります。えー、死の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。はい、えー、今日の 主題をおおおお、まあ、この「ガラタイビットの手紙の2章」の主題、えー、ただキリストイエスを信じる信仰によって認めてもらうということを、まあ、主題を最後に、えー、お伝えして、えー、このメッセージを閉じさせていただきます、えー、感謝いたします はい、ではお祈りいたします。えー、天皇父の父なる神様、えー、あなたの皆を賛美いたします。えー、まだまだ、えー、不十分な、えー、メッセージではありませんけど、私が救われたのはあ行いではなくて、えー、恵みです。一番、そのパウロが、えー、本当に迫害しているい、えー、イエス様に直接会って、パウロ、サウルを、サウルをなぜ迫害するのかという。う イエス様と出会って、えー、このイエス様を信じる信仰をこの部分を新約聖書の部分をパウロは書きました感謝いたします私もそれぞれ個人的に、えー、イエス様を信じる時が、えー、それぞれのクリスチャンなる恵みに授かることができますように私自身も二十、えー、歳の時に、えー そういう経験を踏まえて、えーまあ、クリスチャンのアルバイト先でクリスチャンによって、えー、教会を紹介していただき今集っている教会ですによってみ、えー、言葉に聞く幸いに預かり、えー、イエス様を信じることになりました本当に感謝いたします、えー、それぞれどのような、えーまあ、方法によって、えー、イエス様を信じるか本当に、えー まあいろんなシチュエーションがあると思います。えー、御言葉に本当に神様、この、まあ、ある人の証し、また、この聖書によって、また、いろんな近くの教会に足を運ぶことによって、イエスも知る幸いをお,お感謝いたします。この、また動画も見て、えー、聖書を手にしようかという方、また、 最寄りの摂取的な強化に行こうかという方がおられるなら幸いです、感謝です、本当に、えー、自分自身の魂、えー、あなたの魂、皆さんの魂がどのように、えー、向かっているでしょうか、本当に、えー、この、えー、コロナ禍があって、また経済が本当に厳しい、えー、現在のこの世にあって、特に、えー、日本では、まあ、自殺の。うん 件数が多いですね。はいえー、これを、ね、あって私の生きる支え生きる出身、えーえー、この聖書をお手元において生きる糧とおしていきたい、えー、生きてい生きていただきたいと思いますまあそういうことで私も自身も、まあ、そういう、まあ、SNSS 等でまあ,あこの発信をしていますまあ えこの、えー、週2回の、まあ、聖書メッセージまた、えー、今また新たにスタートしました「えー、聖書一日一章ということでそういう世紀から一日一章を発信していますまた、えー、次に、えー、三部作じゃないですけど、えー、聖書講座でも、まあ、あしたいなという,う思いがありますこの多くの方々に福音、うん、聖書の御言葉 信じる魂が起こされますようにお祈りいたします。ではお祈りいたします。えー、天の父の神様、あなたは皆を賛美いたします。えー、死に栄光と踏まれを期して、この御言葉、イエス様を信じる信仰、魂、信じるものが、えー、起こされますように、また一人として滅びいく魂じゃなくて、イエス様を信じる魂。まあ今日は、えーあ ガラビトの手紙の2章から通して、えー、パウロは、まあ、ケパがその福音に反する、歩みをしてなかったので、えー、皆の前で、えー、非難されましたけど、えー、私もこのまた、襟元を正して、信、え、仰、ー、の歩みをしていきたいと思います。また、皆さんの上に豊かなあ神様の憐れみ、恵みがありますように、えー、お祈りします。えー、次の、えー 聖書の時にお会いたしましょう、えーえー、まだ賛美秒持って終わりいたしますけど、この時き長々となりましたけど、まあ、そういう,う切り口で、えーまあ、聖書を開いて聖書を読んで、まあ、王道に近いですけど、この時を感謝いたします。えーまあ、このものが、えー、まあ、脱線もしますけど、えー、見言葉を曲げることなく、色をつけることなく、えー、聖書を正しく。 明かす力と知恵を与えてください、えー、この時を感謝いたしますイエス様のお名前によってお祈りい,いたしますアーメンはい感謝いたしますも御言葉に感謝いたします賛美に感謝いたします第はでは賛美をお捧げしてこの時をこの聖書メッセージの時を落としさせていきたいと思います えー、593番ですね。まあ、いつも歌ってるかも分かりませんけど、ああめぐみ、えー、人の時十五15章の11節罪に見てる世界、えー、我らの救われるものも主イエスの恵みによる、えー、マビングレースオブ・アワー・ラビング・ローですね。よ4分の3秒早くですね。はい、えー、では、聖 <laughs> 火の593番、ああめぐみ3、はい。 罪に見てる世界そこに住む呼び人に命へよとイエスは血を流しませり 雨ぐああみ、はかり知れぬぐみ。雨あぐあみ。我にさえおべり。罪は海のごとく。 我が心へど神はらに強き恵みもてくえりああ恵み明かり知れぬ恵み 雨恵み我にさえ及べりたれぞわれの罪をことごとくあろうは見落ちしよわはなれを 雪よりも白くせん。あめぐみ。はかりしれぬめぐみ。あめぐみ。われにさえおよべり。 はいえー、感謝いたたしします、えー、聖火の番で皆様、この、まあ、難しい状況、まあ、私自身、えー、人間、えー、内なるものを見ると罪に満ちているものですけど、えー、この罪を認めて、イエス様を信じて、えー、イエス様があなたの罪、また私人類の罪のために、このイエス様は、まあ、クリスマス、えー、天と地を作られた。 父の神様はその一人子をこの世に使わしなりましたクリスマスがもう来ますねはいこの罪の解決あなたの持てる悩みこのすべての解決を神様はその一人子この世にを処女マリオを通してこの世にお使わしなり十字架でとう尊い地を私の罪のために流してくださりこの救いを 完成ささせてくだいいままししたた神様感謝しますこの救いの完成十字架イエス様のあがないこのイエス様を信じることを見上げること神様はこの神様の一人子イエス様は私の罪のために十字架の上で尊い血を流されましたそして墓に葬られ3日目に海がありました感謝いたしますそしてケパをはじめご百人の方に現れて 天に昇る時にまた来ると約束され、聖霊をお与えになると約束されて、ご純粋に聖霊をくだされました、この私の父なる神様、このなるイエス様、聖霊なる神様、この三位一体の神様、感謝いたします、この世にあって、困難な時代にあって、私はイエス様を信じる信仰によって、この厳しい世の中、また、 霊的に私はこの肉体が滅びてはいそれまでというわけではありませんこのイエス様を信じる魂によって永遠に生きるものとなることをこの御言葉が約束しています感謝いたしますこの永遠に入る恵みに幸いに一人でも多くの者がイエス様を見上げて今日の主題イエス様を信じて えー、起こされますようにお祈りします、えー、最後になりましたいえ皆さんの上に豊かな神様の、うん、愛がまた神様のこのその不人物を取り除く、うん、心を試されてこの健康失業困難な事例にあってそ,その時こそ神様を知る魂となることを願いつつ、うん、この 聖書メッセージの時をおじさせていただきます。えー、皆様の上に豊かな神様の祝福がありますようにお祈りします。えー、マッサー・アートでした。聖書メッセージでした。また次の聖書メッセージの時にお会いいたしましょう。マッサー・アトでしたサー・レッツ・パッションプリーズ・ユー・シャローム